遠藤と鎌田、両者移籍して明暗がはっきりしてきましたね。日本代表は対戦、そしてアジアカップもあるし、一度ここでどんな感じなのか確認しておきたいわ。ですね。今回は対照的になった遠藤と鎌田についてやるので、ぜひ、最後まで見ていってくださいね。じゃあ鎌田から行こうか。最新試合の評価はどんな感じなんだ？セリエA第18節フロジノーネ戦にスタメン出場。後半20分までプレイ。チームはそこから3点奪って 3-1 の逆転勝利となりました。つまり、鎌田がいなくなってから3発かましたと。なんというかあんまり印象がよろしくないわね。でも個人では活躍したかもしれないだろ。では記事を見ていきましょう。鎌田は今夏の移籍市場で一時は AC ミラン行きが決定的とされた中でクラブ側の強化体制一新もあり、最終的にラツィオへ加入。急ピッチで間に合わせた開幕当初はスタメン出場が続いたものの、次第にチーム内での立場は厳しくなりシーズンの半分を終えた。鎌田の場合ってこの試合は良かったというのがほぼないんですよね。それが非常に厳しい。ラツィオに移籍してからほとんどいいところを見せられてないのよね。ある程度予想はしてたけど、想像以上にチーム自体も昨シーズンとは大きく変わったのもあるしな。しかも悪い意味で。このゲームについてイタリアのサッカー専門メディアカルチョメルカートコムでは鎌田を 6.5 点の採点。ここ数ヶ月のプレイの中では活力があった。代表招集の匂いを嗅いで、再活性化したのかもしれないと、年明け1月半ばからのアジアカップが近づいたことが好影響を与えたのではないかと分析している。これは素直に喜んでいいものか。ここ数ヶ月のプレイの中では、ってことだとかなりハードルが下がりますし。一方で同国サッカー専門サイト、メルカートウェブコムでは 5.5 点の採点で、いくつか良い形で顔を出した場面があり、面白い仕掛けもあったが、彼はいつもコーラスから外れている楽器のような感がある。また、フィニッシュを狙うが運も味方してくれなかったと、チームに溶け込めていない面があることを指摘した。さすがイタリア。絶妙な例えをしてくるわね。コーラスから外れている楽器のよう。確かにラツィオでの鎌田を見事に表現してると思うぜ。まあつまり、この試合の鎌田は可もなく不可もなくだったということですね。でも現状それでは不十分なんですよね。ですね。状況を変えるには可もなく不可もなくでは厳しいです。去就問題も騒がれてきてますから。イタリアメディアでは盛んに、1年契約プラス鎌田サイドが権利を行使できる2年の延長オプションという契約形態から去就問題を報じられているが、23年最後のゲームでそれらを払拭するとはいかなかったようだ。これ鎌田はどう考えてるのかしらね。私たちからすると移籍した方が良さそうに思えるが、結局のところ本人次第だもんな。監督の評価とかはどんな感じでしょうか。フロジノーネ戦後にこのように話していました。新選手たちが頭角を現し始めた。初めての国外リーグに挑戦する作戦は当然、適応期間が必要だった。だけだって、ヨーロッパにやってきて長くない。鎌田は、さらに難しいかもしれない。おそらく文化的に、性格的にも異なり、より内向的な青年であるように思う。私と同じやん。ちょっと鎌田の好感度上がった。お前の場合は人前で顔なしみたいになってるだろ。鎌田は海外で色々大変なんだ。レベルが違う。でもまあ、日本人から見ても鎌田って独特な雰囲気、性格ですよね。そこが魅力的でもあるんですが、海外でやるのはそこが問題になったりするのかもですね。いろんな難しさがあるでしょうね。鎌田は私にとっての挑戦か。確かに鎌田は、フランクフルトの頃のようなパフォーマンスを見せていないかもしれない。だが私の本音を言おう。私はまだ、彼に自信を持っている。いずれ実力を発揮してくれるはずだと確信している。彼にはクオリティがあるからね。まあ監督としては選手を擁護するのは当然よね。問題は実際のところどう思ってるかって点であって、それな。現状を客観的に見ると、補強などで今後さらに厳しい立場になりそうな気がします。その通りで、最後にこのように話していました。ルイスの怪我の状態と、鎌田の日本代表招集について、まず、この3つを確認しなければならない。ルイスの離脱期間が長期化し、鎌田が代表に招集されれば、当然、何かしら手を打たなければならない。やっぱり状況がよろしくないわよね。フリー移籍の問題点はやっぱり簡単に切り捨てられてしまうこと。そうならないように祈ってたけど、チャンスはそれなりにもらえていたし、やっぱり結果を出さないとな。フランクフルトでも馴染むまでに時間がかかりましたし、スロースタートなのもあるのかもですね。こうなるとアジアカップ招集もどうなるのか気になりますね。この状況でアジアカップで長期離脱したらますます厳しい立場になりそうよね。これ本当に難しい問題だな。なんとか状況が好転してほしいですね。今日の鎌田とは対照的なのが遠藤です。移籍当初から評価が激変してます。というか移籍当初から叩かれすぎだし、毎試合手のひら返しエグすぎるって、そこは客観的に見ようぜ。私たちが日本人だから遠藤の素晴らしさについて知ってるが、海外からしたら無名選手だ。遠藤が移籍した時リバプールはカイセドら最優先ターゲットをことごとく逃し、ようやく獲得したのが30歳の無名アジア人選手。この状況では叩かれるのも仕方ないです。しかも結構な額を出していたので、パニック補強とか足元見られたとか散々言われてましたね。その後パフォーマンスも安定しなかったのでなおさら。遠藤といえば安定感だけど、やっぱりプレミアリーグに適応するって大変なのね。最初の頃いい時はめちゃくちゃ良くて、悪い時は戦犯レベル。かなり極端だったわ。だから冷静に考えると、手のひら返しも仕方ないんだよ。一番大事なのは今ですからね。低い評価を激変させた。さすが日本のキャプテンです。最近の活躍は驚くところですが、それは現地も同じようで、リバプール公式サイトが遠藤の特集を組んでました。遠藤はいかにしてリバプールの中盤の要となったのか。もう見出しからして評価激変を感じるわ。リバプール中盤の要。ニヤニヤしちゃう。ローテーション要員にすらなれねえみたいな評価からこれは気持ち良すぎますね。30歳ミッドフィルダーは、負傷したアレクシス・マクアリスターの代わりに先発出場するようになり、好成績を収めている。きちんとしたポゼッション力、機敏なタックル、そしてボールの有無に関わらずピッチを動き回るのに十分な機動力を備えた遠藤は、月曜日の夜現地時間1月1日にアンフィールドで入荷すると対戦する際にも重要な役割を果たすことになる。もうスタメンが当たり前っていう体で話が進んでるからね。13日間で5試合に先発してるからな。タフすぎてビビるぜ。同時にプレミアリーグの過密日程にもビビり散らかしますね。さらにアーノルドの上がったスペースのカバーなど色々な点で大きくチームに貢献してることを紹介。こう続けました。さすがプレミアリーグ公式。細かく紹介してくれるの嬉しい。パフォーマンスデータによれば、彼はボールダッシュや配球において特別に優れているわけではないかもしれない。だが、それでもユルゲン・クロップ監督が求めている役割に、彼は完全に適している。クロップ監督がドミニク・ソボスライとカーティス・ジョーンズを前に押し出して、ポゼッション時 2-3-2-2-3 のフォーメーションを作りたいのであれば、中盤にしっかりと根を張り、ルーズボールを拾える賢明な頭脳が必要なのだ。遠藤がチームで担う役割ってめちゃくちゃ重要だよな。攻撃に出る選手も後ろに遠藤のような信頼できる選手がいれば、思い切って前に行ける。まさに縁の下の力持ちですよね。これをプレミアリーグ、しかもリバプールの中でやるという、異次元すぎますね。どのくらいの強度なのか想像もできません。移籍した時正直、プレイスタイルの面でリバプールで大丈夫なのかなと心配したりもしたのよね。もちろん実力に疑いはないんだけど、時間かかりそうだと思った。それがこの短期間で見事にここまで来たな。今やアジアカップ離脱を嘆かれるほどだ。遠藤にはこれからも頑張ってほしいですね。鎌田も実力は私たちが知ってますし、これから良くなってほしい。さて皆さんは今回の件どう思ったでしょうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてください。それではまた次回。